当社はウェブマーケティングを通して中堅中小企業の集客、販促、売上アップのお手伝いから社内の DX、ICT 化の支援、そしてここ数年深刻化している人手不足を解消する採用、人材紹介、育成のお手伝いに取り組んでいる会社です。2015年にベトナムのハノイに進出し、遠く離れた現地スタッフとはウェブミーティングなど活用して違和感なく仕事ができていました。国内も京都オフィスや札幌オフィスと拠点が増えていき、また全国各地にいるクライアントに毎回お伺いすることができないことから、場所を選ばずテレワークをすることで移動時間の大幅な削減をすることに成功しました。そして新型コロナウイルス感染症の拡大を機に全員がテレワーク基本にすることになりました。テレワーク実施するように行ったことは、事務所でできない業務を減らすことです。ファイルストレージやドキュメントツールなどをクラウド化することでテレワークができる環境づくりを行いました。ツール導入後も同じツールを使い続けるのではなく、比較検討した上で使い勝手の良い、より良いものに常にアップデートし、業務の効率化を追求しています。このように場所を問わず働ける環境の整備を行うことで完全テレワークを実現しています。当社はテレワークによって生じる課題を解決するために運用面でも工夫を行っています。テレワークをする際、他の社員への挨拶がなくなってしまうとコミュニケーション不足に陥ってしまいます。そこで毎朝専用のチャットルームで挨拶をしてから業務を開始し、全員参加の朝礼も Zoom によりオンライン上で実施することで積極的なコミュニケーションを心がけています。またテレワークのデメリットの一つとして、働いている様子が見えないという点があります。働いている様子が見えないことで、仕事が立て込んでいる時に連絡が入ってしまい、集中力がそがれてしまう場合があります。こうしたことを防ぐためにも、リモートワークでも社員が業務に集中できるように、営業部門以外は1日の業務時間の中に集中タイムを設け、チャットへの返信や打ち合わせを入れない時間を決めることによって、テレワーク中の業務の生産性を高めています。テレワークのもう一つのデメリットは、気軽に他の社員に教えてもらう機会を作ることが難しい点です。そこで業務中は特定のウェブ会議の部屋をテレワーク部屋として毎日作成し、社員は基本的にテレワーク部屋に入っておくようにして、聞きたいことがあるときには質問できたり、相手が電話中や離席中かなども分かるような状態にしています。このようにしてテレワークの課題を運用により解消することで、テレワークのいいとこ取りを実現しています。当社では採用活動の一環として行っているインターンを、新型コロナウイルス感染拡大を機に全てリモートワークでのインターンに切り替えました。拠点ごとに集合形式で実施していた際は、インターンに通える範囲に居住している方としか出会えませんでしたが、リモートでのインターンでは居住地域を問わず全国から幅広い人材と出会うことができるようになりました。その結果、優秀な人材を数多く採用することができました。業種、業態、職種にもよると思いますが、誰もがパソコンとスマホがあればどこでも仕事ができる環境ができたら良いと考えています。外出する支度時間1時間と通勤時間を往復2時間、合計3時間かける年間240日出勤したとして、50年間とすると3万6千時間となります。3万6千時間とは1500日であり、人生の中で約4年間も外出準備と通勤時間に命を使うことになるのです。
テレワークをすることで4年間寿命が延びると考えたらすごいことだと思いませんか？そう考えた時に仕事に集中できる環境、反面リフレッシュできる環境、場所に縛られない働き方、働く時間の多様性など様々なテレワークのスタイルにチャレンジしていきたいと思っています。